カッと生活。私の名前はミカ。今回は恋人ショーゴの話です。こちらがそのショーゴ。私とショーゴは大学時代から付き合っています。お互いに結婚を意識し始めていて、お互いの両親とも顔合わせは済んでいました。だから私だけではなく、両親もショーゴと結婚するんだろうなと思っていたのですが、まさかあんなことになるなんて。それではショーゴとのやりとりをご覧ください。悪いけど別れてくれる？え、何言ってるの？何言ってるのって、別れてって言ってんだけど。マジでお前理解力ないな。そういうところイラついてたんだよな。なんで？仲良くやってたよね。なんでいきなり別れ話になるの？仲良くって、そう思ってたのはお前だけだろ。俺今度結婚するんだよね。結婚？そう、ゆかりと。ゆかりって大学の時同じサークルだったゆかり？そう、半年くらい前に再会してさ、そこから浮気してたんだ。それでゆかりに子供ができたからさ。浮気？子供？なんで？私ショーゴと結婚するんだと思ってたのに。結婚って言っても婚約もしてなかっただろ。本当に結婚するつもりがあるなら婚約くらいすると思わねえ？婚約をしてなかった時点で俺はお前と結婚するつもりなんてなかったんだって思っておけよ。最初から私と結婚するつもりはなかったの？それなのに結婚の話題とか出していたの？結婚の話をするたびにお前がそわそわするのが面白くてさ。私をもてあそんでいたの？私は本当に翔吾のことが好きだったのに。そういうところが重いんだよ。いつ別れ話を切り出そうかって思ってたけど、ゆかりが妊娠したしちょうどよかったかな。そんな、翔吾のご両親は何も言ってないの？婚約もしてなかったんだから彼女と別れたくらいにしか思ってねえよ。それより初孫に夢中みたいだからな。まさかこんな結末になるとは思わず、私は自分の部屋で一人泣いていました。両親が心配して話しかけてきたので、翔吾と別れたことを話すと、父が激怒して翔吾のところに行こうとしました。もちろん止めましたけどね。父の気持ちは嬉しいですけど、これ以上私が何かをすればまた翔吾から笑われるだけだと思ったからです。長く付き合っていた人、しかも結婚まで間近だと思っていた人だったからこそ、余計に私の心はえぐられ、仕事にも行けなくなりました。私と翔吾は同じ会社で勤めているからです。当然他のみんなも私たちが付き合っていることは知っていますし、結婚間近だろうという噂だってありました。それなのに翔吾は別の女性と結婚するんだから、私はどんな噂をされるんだろうと怖くて仕方ありませんでした。私は翔吾と同じ会社で働くことが怖くなって別の会社に転職しました。以前の会社より給料は落ちますが、のびのびと仕事ができるので職場を変わってよかったと思っています。そして翔吾から別れを告げられて半年後、二度と連絡は来ないだろうと思っていた翔吾からメッセージが届いたのです。ミカ、やり直さないか。今さら何？翔吾はゆかりと結婚して子供までいるんでしょ。それなのに私とやり直したいってバカじゃないの？何があったのかは知らないけど、無責任にも程があるんじゃないの？責任？確かに責任は取ろうと思ったよ。俺の子だったらな。え？ゆかりの子供、俺の子供じゃなかったんだよ。まだ生まれてないけど、離婚した。翔吾の子供じゃなかったって。あいつ、俺と再会してからも元彼と会っていたらしくて、そいつの子だって言うんだ。確かに俺もおかしいなとは思ったんだよ。一ヶ月くらい予定日が違ったし。でもそんなものかと思っていたら、ゆかりが元彼と会っているところを見かけて、俺は騙されたんだ。騙されたから、ミカとも別れることになったんだよ。だから何なの？え？いや、ゆかりに騙されていたから何なの？だから、本当は俺たち別れなくてよかったんだよ。だからやり直そうって？そう言われて私が受け入れると思った？バカじゃないの？私を捨てた時なんて言った？私と結婚するつもりなんかないって言ったじゃない。婚約もしていないんだから結婚するつもりがないことくらい察しろよって言ったじゃない。それは、
あれは俺もちょっと調子に乗っただけなんだよ。ちょっと調子に乗った？私は翔吾の言うちょっと調子に乗った言葉でずっと泣いていたんだよ。ごめん。でもほら、俺って調子に乗りやすいところがあるのはミカだって知ってるだろ。調子に乗ったからってだけで許せる範囲を超えてるよ。それに子供は翔吾の子じゃなかったかもしれないけど、子供ができるようなことはしていたってことでしょ。それって浮気だよね。浮気をしておいてちょっと調子に乗ったって本当に呆れるよ。言っておくけど翔吾とはやり直さないよ。ゆかりの子が自分の子じゃなかったからってすぐ元カノに戻ってくるような男なんていらないの。それにまた同じことをされないとも限らないしね。どうせ次もまた同じことをして私を捨てるんでしょ。そんなことしないよ。今度こそすぐ婚約しよう。結婚式もミカのやりたいようにやっていいから。翔吾と結婚？それで今度は妻という立場で翔吾の浮気の不安を抱えていかないといけないの？浮気をしたってだけでもう論外なんだってば。私が翔吾のことを好きだったのは確かだし、翔吾からされたことで心に傷を負った。でもあんたに対する未練なんてかけらもないから、あんたみたいな男と何年も付き合っていた自分自身が情けなくて涙が出てくるんだよ。翔吾には言いませんでしたが、本音を言えば未練は少しだけあります。何年も付き合っていましたし、彼に対する気持ちが簡単に消えるほどの関係ではありません。でも彼と復縁をしたいかというとノーですね。同じ目に遭わされることが目に見えていますしね。それに私はもうお付き合いしてる人がいるから、フリーだったとしても翔吾とやり直すことはなかったけど、彼氏がいるから絶対無理だね。はあ？お前半年だぞ。半年で次の男を見つけたのかよ。どの口が言うの？付き合っている時に浮気して子供ができるようなことをして、ゆかりの思惑にまんまと乗せられたくせに。それは翔吾に私を非難する資格なんてないからね。彼氏だって本当作るつもりはなかったけど、私が落ち込んでいるから友達が出会いをセッティングしてくれたの。会うだけのつもりだったけど、いい人だったから電話とかを繰り返してこの前告白されて付き合い始めたんだ。お前は俺だけを好きだと思っていたのに、優しくされたらホイホイついていく女だったんだな。だからどの口が言ってるの？いい加減にしてくれない？自分のことは棚上げして何様のつもり？翔吾様とか思ってる？自分はかっこいいからって？翔吾は自分の容姿に自信あったみたいだけど、はっきり言うね。中の中くらいで普通だからね。自信を持つのはいいけど、過剰な自信を持った恥ずかしいだけだからやめたら？今まではかっこいいって言ってたくせに。それって彼女補正でしょ。自分の彼氏にブサイクなんて言う人はいないだろうし、彼氏補正がなくなったら、あれ思ったより普通じゃんって思うようになっただけだから。ちなみに私は今の彼氏と結婚前提でお付き合いしているよ。翔吾なんかとは比べ物にならないくらいいい人で、理想の結婚相手って感じだよ。ある意味翔吾と別れてよかったと思えるくらいいい人に出会えたのも、翔吾があんな風に私をひどい振り方してくれたおかげかもね。あ、ちなみにこれは嫌味で言ってるから本気で自分のおかげだなんて思わないでね。思わないよ。そう？自分で調子に乗るっていうくらいだし、自分のおかげで出会えたなんてバカなことを言うのかなと思って。ミカ、お前はそんな嫌な性格の女だったんだな。誰のせいだと思ってるの？それに自分に対してひどいことをした相手に優しくなんてできるはずないでしょ。そんなこともわからないの？本当になんで私は翔吾のことを好きだったんだろう。恋愛感情って怖いね。相手の嫌なところもいい部分に見えるんだから。その後私は翔吾をブロックしました。私の実家にも連絡をしていたようですが、翔吾からのひどい扱いは父も知っているので激怒したそうです。それから実家にも電話がかかってこず、友人経由で私と連絡を取ろうとしているようですね。でも友人たちも翔吾のしたことはひどいと言ってくれていたので、私に繋ぐ人なんていません。ちなみにゆかりについては元彼からも捨てられたらしく、子供を抱えてシングルマザーとして大変な目に遭っているようですね。翔吾にすり寄っているようですが、翔吾自体も相手にしていないようです。それから数年が経ち、私は付き合っていた人と結婚をして一児の母になりました。育児は大変ですが、可愛い我が子の成長を間近で見られるのは嬉しいですね。先日家族でショッピングセンターに行った時、翔吾を見かけました。当時の面影などなく、
くたびれたおじさんのようになっていましたね。向こうも私に気づいて話しかけようとしてきましたが、旦那が間に入ってくれて助けてくれました。優しいだけではなく、頼りがいのある人です。翔吾と再会して、改めて実感したのは、翔吾と結婚しなくてよかったということです。それと今の旦那の良さを改めて知って、いい人と巡り合わせてくれた友人には感謝しかありませんね。長く付き合っていた翔吾からは、ひどい目に遭わされましたが、今は幸せです。翔吾と結婚していたら、得られなかった幸せを手にできて、私は本当に幸せ者だと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。私は彩香。今回は金銭面で夫から言われた挙句、理不尽なことを言ってきたので、あることを言い地獄に落とした話になります。彼が夫の誠です。結婚してしばらくは家計など全て任せてくれてたのですが、2年ほど前から夫がすると言い始めたのです。家賃、光熱費などを4万でやりくりしろと渡してきましたが、足りるわけもなく、私の在宅ワークでの収入を使用して、なんとかやっていってたのです。そんなことも気がついていない夫から、意味不明な LINE が入ってきた時のやりとりです。彩香。どうしたんです？先月カードで何買い物したんだ？え、いきなりどうしたんです？どうしたもこうしたも、カードで買い物しようとしたら残高がないじゃないか。カードって私知りませんけど、一体何のカードですか？知らないわけないだろ。家族カード持ってるだろ。そのカードでしたら誠が取り上げたじゃない。どうせ寝てる間に持って行ったんだろ。お財布は誠が自分で鍵付きの棚に片付けてるでしょ。私がどうこうする時なんてないわよ。あの棚の鍵なんて素人でも開けれるだろ。やったことないけど無理でしょ。それにやりたいとも思わないし。限度額いっぱい使われてるんだ。彩香しかいないだろ。先月って誠ゴルフセット買ってたけど、それじゃないの？あれは違うところからだから関係ない。違うところって？どうせ彩香が金の管理ができないで使ってるんだろ。4万しかもらってないのにどうやって無駄遣いするのよ。借金してるんじゃないのか？それの返済とかに回してるとかさ。そんなことしないわよ。家にいてばっかりなんだから家事くらいは手を抜くなよ。家にいても仕事してるの言ってるわよね。忘れちゃったの？どうせ俺より少ないくせに威張るな。口答えするなら俺より収入多くなってから言え。ほら見ろ、本当のことだから何も言えないだろ。今月も何に使ったのかまとめておけよ。先月おかしいところあったからな。今月はそんなことないようにな。わかりました。使えない女を嫁にすると苦労するのは旦那の俺なんだからよ。しっかりしてくれよな。このままじゃ離婚だぞ。離婚。わかってるな？はい。帰ったら見せれるように用意だけはしとけよ。はい。身に覚えのないカード使用の疑惑を持ちかけられ、わけのわからない状態の仲良し実家からさらにパニックになるような連絡が入ったのです。内容というのは、私がブランドばかり買い漁って貯蓄ができない、無駄遣いが荒いなどを一方的に言われ、そんなようじゃ離婚してもらうしかないわねとまで言われたのです。納得ができなかった私は夫に事実確認をすることにしました。誠、聞きたいことがあるんだけどいいかな？なんでまとめて言ってこない？容量が悪いんだけど。さっき知ったことだから言えなかっただけよ。話ってなんだ？手短に言えよ。俺は彩香と違って仕事で忙しいんだ。さっき誠のご両親から連絡あって怒られたのだけれど。何かしたのか？俺の親なんだから大事にしてくれよ。何かしたって、誠、私のことで何か言ったの？仕事しないって話か？それも言われたけれど、
私がブランド物買い漁ってるって言ってるのよ。私がブランド物持ってないのは誠が一番知ってるでしょ。それがどうしてこんな話になってるのよ。何か勘違いしたんだろ。仕事してないってのは間違ってないしな。そこも間違ってるから。何回も説明してるけど家で仕事はしてます。遊びのような感じだろ。そんなので仕事してるって言うな。俺は忙しい。これ以上なければ仕事に戻る。緊急以外連絡よこすなよ。それから帰宅するまで返事が返ってきませんでした。うすうすとはですが、女性の影がちらついていたことと、誠は証拠がないと逃げると思ったので調べることにしました。証拠はすぐに集まり、今から離婚を突きつけようとしたところ、ある人たちからの連絡があり、その人の作戦に乗ることにしたのです。誠、確認したいんだけどね、今いいかな。手短に話すんなら構わない。ありがとう。それでね、言うおけんだけど、出張ってあさってから3日間だよね。そう言っただろ。もう忘れたのか。一応確認だけ取ったのよ。忘れてたわけじゃないわ。もしかして彩香不倫じゃないだろうな。そんな余裕もお金もないわよ。それに暇もないしね。本当にだな。疑うの？珍しく確認なんてするからだろ。それとも何かあるのか？実家からちょうど呼ばれてて、誠出張でいないから泊まりで行こうかなって思っただけよ。俺が帰ってくる前に家に帰ってくることが条件だ。わかったわ。行っていいのね？彩香の両親がいて不倫しないだろうしな。たまには帰ってきたらいいんじゃないか。誠、ありがとう。やけに素直すぎないか。感謝の気持ち言葉に出してないなって最近感じたから、伝えることにしただけよ。それならいいんだけどな。出張大変だろうけど頑張ってきてね。小遣いアップのお願いは聞かないからな。なんでそうなるのよ。言われる前に釘を刺しておくだけだ。素直に受け取ってくれればいいのにな。話はそれだけか。そうよ。お仕事中にごめんね。出張の支度だけしておくから。入れ忘れがないようにしといてくれよ。彩香必ず何かしら入れ忘れるだろう。必要なものは入れてあるはずよ。何か入ってなかったことあったの？お前はどこか抜けてるから毎回言っとかないとダメなんだよ。いざ行って入ってませんでしたは通用しないんだぞ。いつも通りの荷物入れておきますから大丈夫だよね。チェックはするからな。わかりました。この出張も実は仕組まれたものなんです。その理由は、不倫相手の一人から出張という旅行に出かけるはずですと情報をいただきました。最初は半信半疑でしたが、過去に怪しいと感じた日時などが合っていたことと、名前を聞いて不倫相手の一人だと判明したからです。その方に対しても怒りがありましたが、結婚していることを知らなかったようで、一緒に復讐したいと言われたので乗ることにしたのです。合図があり、誠に連絡することにしました。誠、今大丈夫かしら？一応出張なんだけどな。とりあえず何の用だ？今お仕事なんだよね。一緒にいる早苗さんは会社の人なのかな？何言ってるんだ。そんなわけないだろ。この写真見てもそう言えるのかしら？は？なんでこの写真持っているんだ？いや、俺じゃないだろ。正真正銘今の誠だけれども、何が俺じゃないよ。全て証拠が揃ってるのよ。いい加減にしなさいよ。証拠って何のことだ？早苗さんに結婚しようって言って、いろいろ買わせてたんですって。な言葉にもできないくらいおかしくなっちゃった。誠、やってること結婚詐欺だよね。俺が捕まったら彩香も同罪だからな。なんでそうなるのよ。もともと金の管理もできない彩香が悪いんだからな。
俺の代わりに出頭しといてくれればいい。この際だからはっきり言わせてもらうけど、お金の管理ができないのはどちらでしょうね。もちろん彩香に決まっているだろ。毎月4万円で生活できると思ってるの？俺が実家に暮らしてた頃は問題なくできていた。つまり金の管理ができていたからだ。彩香はできないというのならそれはできていないからだ。全て込みで4万なんて無理に決まってるでしょ。家賃だけでも足りないわよ。分かって言ってるの？は？誠が実家でできていたのは全ての支払いをご両親がやってくれてたおかげなの。催促状なんて来てるって聞いてないぞ。ごまかそうとしてるんだな。どこまで考えないのよ。私の収入から出してるに決まってるでしょ。それにもう一人不倫相手いるよね。一人に決まってるじゃないか。何を言っているんだね、彩香は。動揺しているの？言葉おかしいけど。そんなことはないんじゃないかな。どっちでもいいけどね。誠には慰謝料請求させていただきます。それに離婚もね。そんなこと両親が許すわけないだろ。そのことなら心配しなくていいわよ。なんでだ？だって誠が不倫している写真とか今見てもらって離婚の承諾もらったからね。実家ってまさか俺の実家のことだったのか？もちろん私の両親も一緒にいて仲良く今後のことについてお話し中よ。何勝手なことをしているんだ。私もね、お金遣いの荒い夫の世話もう無理なのよね。だから離婚してほしいのよ。不倫している人なんて面倒見れるわけないじゃない。ちなみに俺の両親はなんて言ってるんだろうか。私のことをお金遣い荒いって愚痴言ってたみたいね。それに仕事しない主婦のくせに家事一切やらないで俺が仕事終わって毎日やってる。逆よね。脱いだ服はそのまま、食べ終わった食器も放置する。お菓子の空袋もゴミ箱にさえ入れないのは一体誰なのかしら。仕事してないのは本当だろ。さっき教えたこと忘れたの？は？誠が毎月渡してたお金足りないから私の収入から出したって教えたよね。つまり私も家でだけど仕事してるのよ。しかも今現在ありがたいことに仕事多くさせてもらってるから収入面で言ったら誠よりあるかもね。そんなわけあるか。会社にも行かずもらえるもんなら誰も行かないぞ。会社じゃなくても仕事はあるのよ。行かないだけならニートになっちゃうでしょ。似たようなものだ。これ以上話しててもキリがないから要件だけまとめて言うね。な、私と離婚することと慰謝料請求させてもらうこと、私との連絡は今後弁護士通して話してください。私と離婚したらどちらかと結婚できるといいわよね。サナエが泣き始めてるんだがなんでだ？私に聞かないで直接聞きなさいよ。彩香が何か吹き込んだんだろ。俺の幸せを妬むのはやめろ。女を騙している誠には言われたくないわ。彼女にもきちんと償わないとね。もちろんもう一人の方にもね。どうにかしてくれよ。最後の最後まで私に対して謝罪はなく、代わりに元夫のご両親から泣きながら謝罪をしていただきました。不倫相手の相手女性2人から謝罪と慰謝料をいただきました。独身だと1人の女性に言って、さらに結婚をちらつかせお金を出させていたようで、結婚詐欺として警察に相談したそうです。もう1人の方に関しては彼女のブランドバッグを黙って売っていたことが判明したそうで、こちらも窃盗で弁護士通して弁償と訴えますと本人たちから聞きました。私は慰謝料を一括で支払ってもらい、今後一切の接触を禁止することを約束させ、無事離婚できました。元夫は2人に示談金の提示をし、かなりの金額の借金になったようで、元夫を見かけた知人の話では、早朝は新聞配達、昼は現場作業、夜は夜勤の仕事を掛け持ちしていて、休む時間がないのか昔の面影が一切なくなっていたと聞きました。示談金で和解をしてしまう彼女たちは優しいなぁと。
借金地獄だろうけど、私ならそのまま訴えればいいのにと思いましたが、現状を聞いて這い上がってくるなと思ってしまっている私がいます。元夫が猫アレルギーで飼えなかったので、今はお猫様と仲良く暮らしています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前はケンタ、31歳のごくごく普通のサラリーマンをやっています。しかし俺の会社の経営がうまくいかず、手取りは何とも言えないほど少額、会社に行けばいつも怒られてという生活の繰り返しでした。そんな俺ですが、メイという最愛の妻がいます。彼女がそのメイ。彼女とは俺が大学の頃所属していたインカレサークルで知り合い、そこから交際に発展し結婚。結婚してからは常に疲れ切った俺のサポートをしてくれています。本当はもう少し贅沢したいだろうに、それでもこのような生活にも文句も言わず俺についてきてくれます。これはある日の仕事終わりの LINE です。メイ、仕事終わった。今日も遅くなってごめんな。上司に頼まれた仕事がめちゃめちゃ長引いちゃって。ケンタ、お疲れ様。大丈夫、気をつけて帰ってきてね。本当、毎日毎日ありがとう。なんだけどさ、今月もだいぶ収入厳しくなりそうだ。自分らのやってる事業全体がかなり不景気でさ、倒産しないようになんとか持ってるって感じで。それでもさ、ケンタがやりたいと思ってやってることでしょ。それなら私は応援するし、なるべくサポートできるように専念するよ。メイ、本当にありがとな。いつもいつも助かるよ。そういえばさ、来週メイの誕生日だったよな。ああ、そうだったね。覚えててくれたんだ。だからさ、その日にはちょっとしたものをご馳走したいと思ってる。それまでになんとか仕事にけりつけて頑張るよ。いやいや、そんなのいいのに。一緒にいれるだけで私は幸せだよ。でもさ、せっかくの誕生日なんだからさ、少しでもメイに喜んでほしいんだ。ええ、本当にありがとね。だけど気持ちだけでも十分だよ。そうか、なんか申し訳なくなってくるな。こうやってしんどい暮らしをしたくないし、させたくもないんだけどね。でもこの事業が成功したら、もしかしたら軌道に乗ってくると思う。ケンタの仕事がうまくいってお金がいっぱい入るのももちろん嬉しいよ。だけどケンタには本当に無理してほしくないの。だから体だけは本当に気をつけること。言わなかったけどさ、最近ちょっと体しんどかったりするでしょ。メイすごいね。実はちょっと体がしんどいななんて思ってた。ほーら、やっぱり無理してるじゃない。ケンタ、どうしても背伸びしちゃう癖があるんだからさ、心配にもなるよ。でもさ、本当にすごいよな。見事に体調が少し悪いことまで当ててるんだから。それくらいわかります。そりゃさ、あれだけ長いこといるんだから。本当に毎日毎日ありがとな。無理せずに、でも仕事も頑張るよ。俺はメイとずっと暮らしたいから。そういうケンタと私もずっと一緒にいたいから。その一言でめちゃめちゃ救われるよ。ちょっと元気出た。なるべく早く帰るから。元気が出たようでよかったよ。気をつけて帰ってきてね。というような感じで、メイは俺の低収入や多くの時間の残業にも文句を言わず、俺のことをしっかりサポートしてくれるということが伝わったかと思います。そのおかげで俺も仕事に集中することができるし、何よりそんなメイを幸せにしたいという一つの目標にもなっています。そんな俺たちでしたが、大学時代のインカレサークルの仲間から一通の LINE が送られてきました。内容は、来週の土曜日に当時のメンバーで一緒に集まらないかという内容でした。俺はこの日どうしても片付けなければならない仕事があったため欠席せざるを得ませんでしたが、メイはあのメンバーともう一回話したいということで出席しました。ところがいつまで経ってもメイが帰ってきません。
メイがどこかに出かけていて、これから家に帰るという時には必ず連絡をしてくるので、余計に心配でメイに LINE を送ってみることにしました。ねえメイ、もうすぐ日付変わりそうだよ。終電とかもうすぐなくなっちゃうんじゃない？大丈夫？あーごめんねケンタ、連絡遅くなっちゃった、てへぺろ。いやどういうノリだよそれ、めちゃくちゃ心配だよ。相当酔ってるみたいだし、もう今から帰りなよ。でもさ、今日はあんまり帰りたくなくて、明日の朝に帰るから今日はどこかで泊まって帰るわ。ごめん、本当にごめん、許して。ちなみにさ、どこに泊まる予定？一応それだけは教えてほしい。もうそんなのどこでもいいでしょ、好きなようにやらしてくれよ。ああごめんなさい、いつも頑張ってくれてるから、今日くらいはゆっくりしてきて。家事全般は俺がやっておくからさ。さすがケンタ、ありがとう、大好き。いやだいぶ酔っ払ってるな。やっぱりお酒にあまり強くないんだから、無理しないように。わかってる、でもさ夜はこれからだから。はいはい、じゃあ今日は楽しんで。オッケー、サンキュー。いつもいつも俺の仕事のせいでメイには迷惑をかけている。メイはかなり酔っ払っているようでしたが、日々の疲労なども考え、今日はゆっくりしてほしいと思い、メイの頼みを受け入れました。がしかし、これが悲劇の始まりだったのです。確かに言われてみれば、メイは宿泊先を教えてくれませんでしたし、帰ってきたのもその翌日の夜頃だったからです。そしてその食事会からおよそ2週間後、メイから衝撃的な一言が飛び出しました。その時の LINE をご覧ください。ねえケンタ、大切な話があるの。私ケンタとはやっていけない、もう別れよ。え、ちょっと待てよ、突然すぎない？いや本当にさ、いきなりすぎて何も頭に入ってこないんだけど、あのさ、なんでそう思ったかは教えてくれない？もうそれくらい分かってよ、お金よお金。確かに稼ぎがしょっぱいのは俺が悪いと思うし、今まで何度も申し訳ないと思ってきた。だけど俺メインに対して何か悪いことしたことはないし、私は収入なんて気にしないって言ってたから、てっきりそうなのかなって。確かに前はそうだったよ、お金なんて関係ないと思った。だけどあの集まりで価値観はめちゃくちゃ変わったんだよね。あのサークルにノブくんって人いたでしょ？ああ、言われてみればそんな人もいたかも。あんまりパッとしないような人だったから言われて思い出した。その人ね、今よくテレビに出てる山下社長だったのよ。え、山下社長って、あの山下社長？新しいゲームを開発してテレビに引っ張りだこのあの社長？そう、山下社長の本名は山下信だったの。本当にびっくりしてさ。それでね、信くん私に惚れちゃったみたいで、ちょっと一夜を共に過ごしたっていうか。はあ、いくらなんでもそれはないだろうよ。でもさ、信くん私の目の前で結婚指輪まで作ってくれたんだよ。しかもめっちゃ豪華なダイヤモンドの。そりゃ惚れちゃうよ。だからあの場で結婚する約束をしちゃったの。だからケンタとは終わりにしたい。あのさ、言わせてもらうけど、それって立派な浮気だからな。弁護士と相談して2人から慰謝料ちゃんともらう予定だから。それは分かってるよな？ああ、その話もとっくにしてるから、そんな脅しには屈しないよ。それくらいの慰謝料俺の手にかかればミジンコレベルだから、俺の元に遠慮なく来いって言ってくれたのよ。そうですか、なら俺らはもう終わりだね。ええ、最初からそのつもりだったから何も驚かないよ。今は適当な理由を作って実家にいるから、電話回線も全部切ってるから連絡しようとしても無駄だよ。離婚届は送っておくから、ちゃんと役所に提出しておいてね。ということで、今までありがとうございました。最後に一つだけ聞いていいか？
え？どうかした？まだ何か言うことあるの？俺のことを正直どう思ってた？態度が前と違いすぎて、正直今でもドッキリなんじゃないかと思っちゃうんだけど。あははは、いきなり何言ってるの？言わせてもらうけどね、多少なりとも不安はあった。いつまで経っても稼いでこないから。それは本当にごめん。あとさ、私子供欲しかったんだよね。でも子供なんて作る余裕なんてなかったでしょ？それはそうかもしれないけどさ、それならなんで他の人と一夜を過ごしたりしたんだ？そりゃ子供に裕福な生活をさせてあげられるから適材適所ってやつよ。ケンタには荷が重いかなと思ってさ。適材適所って日本はそんなこと認められてないだろ。もう何言ったって無駄。私はノブ君と幸せになるの。ああそうですか。ならもう俺から言えることはない。離婚届は出してもらうけど、離婚調停にはきちんと出てもらうからね。わかってるって。それじゃね。こうして俺はメイと離婚。こんなにあっさり他の男に寝取られてしまったのがショックでしたし、何より自分の低収入を恨みたくなり、とにかく涙が止まりませんでした。この悔しさをバネに俺は仕事に集中。すると神はまだ俺を見捨ててなかったのでしょうか。俺が始めた事業に光が差し込んできました。突然の離婚から3ヶ月、俺は以前よりも収入がアップ。他の事業も軌道に乗ってきており、会社の経営も全盛期以上のものになるというポジションまで上り詰めました。しかしその頃、世間ではある一つのニュースが話題となっていました。そのニュースがまたもや大々的に報道されている時、元嫁のメイから LINE が届いたのです。ねえケンタ、助けて、お願い。どうかしましたか？随分といきなりですね。いきなりだけど、今やってるニュース番組見てるでしょ？これで状況わからないの？ああ、あれ、大社長山下信の本性、白昼堂々浮気疑惑と会社資金着服疑惑ってやつか。今見てるけど、それがどうかしたの？いや、とぼけないでよ。私の旦那、前々から妻がいたらしいんだって。しかも子供も3人くらいいて、それが週刊誌にすっぱ抜かれて今大変なことになってるの。引っ越しも何度もしてるんだけど、数日後には必ず向こうが住所特定して家まで追ってくる。これどうしたらいいのかわからないよ。助けてほしい。やったことがやったことなんだから仕方ないんじゃないか。私はさ、お金があるからいいな、正規の大社長と結婚できるかなと思って、つい。それがいけなかったんじゃないの？その男を見定めるための時間が短すぎたとしか思えない。それは十分後悔してるわよ。そのせいかわからないけど、友達に連絡してもすぐにブロックされちゃうの。だから健太に連絡してる。それでさ、私に買ってくれた指輪とかホテルの宿泊代も全部社内のお金だったらしいんだって。ああ、しかもホテル名まで出てるよね。ホテルラブだってな。がっつりそういうことするホテルだもんね。というかさ、着服なんて言ったら普通に犯罪だからね。もう社長も逮捕されそうだな。そんなのやだよ。ねえお願い、助けて。あのさ、言っとくけど、俺はメイの元に戻る気は一切ないからね。そんな、どうしてよ。そりゃ当然だと思うけど、俺はな、メイに捨てられた時本当に涙止まらなかったんだよ。あの時は本当にごめん。だからさ、もう一回やり直したい。あの時よりは少し収入良くなったけど、俺の心はもうメイに向かない。また裏切られるのが怖いからね。それじゃ、もうあなたに用はないので、あ、慰謝料だけはしっかりと払ってね。ねえ、そんなのないよ。お願いします、本当に助けてください。ケンタ、ケンタったら。こうして俺はメイの LINE をブロックしました。その数日後、山下信社長は会社のお金を着服した疑いで逮捕され、
メイのリッチな結婚生活は終わりを迎えました。報道によると山下社長の元妻からも多額の慰謝料を請求されているらしく、メイはその返済に追われているそうです。一方で俺の仕事はうなぎ登り、徐々に利益も大きくなってきており、少しずつではありますが生活水準も上がってきました。しばらく恋愛や結婚とは決別し、今の仕事に集中したいと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前はヒロト、普通のサラリーマンです。2年前に結婚したあゆみは自慢の妻、美人でスタイルも良く、俺との結婚が決まった時は周りから羨ましいとか、お前とは不釣り合いだよとか冗談交じりで言われたりもしました。だからというわけではありませんが、俺はあゆみのことを大切にしてきたつもりですし、あゆみも俺のことを愛してくれていると思っていました。しかしそれはどうやら俺の勘違いだったようです。俺に隠れてあゆみが浮気していることが発覚し、それが原因で離婚することになりました。俺はあゆみの浮気のことを離婚前にちゃんと話を聞きたいと思い、あゆみに LINE をすることにしました。あゆみ、ちょっと聞いていいかな。何？ヒロト？連絡しないでって言ったでしょ？なんかあれば弁護士を通してよ。いや、俺はただあゆみの話をちゃんと聞きたいだけなんだよ。何？どういうこと？今さら話なんてないわよ。もしかして慰謝料が足りないとかって話したいの？なら安心して、今付き合ってる彼にちゃんと払ってもらうから。そういうことじゃなくて、俺はちゃんとあゆみと話をして離婚したいだけなんだ。話？だから何もないわよ。あゆみは俺のことをもう愛してはいないのか？何言ってるの？そうね、もう愛してないかって聞かれると、ヒロトのことなんかもともと愛してないから、最初から好きじゃなかったのよ。最初から？結婚前から好きじゃなかったってことか？まあそういうことよ。なんで俺と結婚したんだよ。そんなヒロトが一番よくわかっているでしょ。それはヒロトの実家がお金持ちで、ヒロトが一人っ子だからよ。だから結婚すれば贅沢できるんだろうなって期待していたのに、実際は全然。期待して損しちゃった。お金があるのは親だからな。それにお金に関しては不自由させてなかっただろう。不自由？私は遊んで暮らしたかったのよ。そんな考えだから浮気されるのよ。私ね、お金のことなんて一切気にしないでいい、そんな生活が送りたかったのよ。それがなんで私まで働かないといけないのよ。結婚しても仕事を辞めたくないって言ったのはあゆみだろう。ええ、だってずっと家にいてもつまらないもの。それに仕事を理由に子供作らないっていう言い訳にもなるしね。あゆみ、本気で言ってるのかよ。本気よ。だってヒロトとの子供なんて欲しくなかったのよね。そんな時に素敵な人が現れて、ヒロトのことはもういいかなって思ったのよね。わかったよ、あゆみの気持ちが。ちなみに今度の彼は顔も収入も性格も全部ヒロトより上だから。もう本当にわかったって。あら、わかってもらえてよかった。ヒロトも幸せになってね。あとは弁護士を通して連絡をするから。こうして俺はあゆみと離婚することになりました。まさかあゆみが裏でそんなことを考えていたなんて思いもしませんでした。最初は仕事も手につかないぐらい落ち込むこともありましたが、周りからの励ましもあり、なんとか立ち直ることができました。そして1年が経ったある日、今まで何も連絡なかったあゆみからいきなり連絡が来ました。どうやらこの1年で俺の両親が亡くなり、遺産が相続されたことをどこかで聞きつけ、復縁を迫ってきたのです。もちろんそんな LINE は無視していたのですが、あまりにもしつこいので話だけでも聞いてあげることにしました。ねえヒロト、何度も LINE してごめんね。私の話を聞いてほしいの。なんだよ、いきなり連絡するなよ。私ね、やっとわかったの、私がどれだけヒロトに愛されていたのか。何今さら言ってるんだ。どうせ俺の両親の遺産目当てなんだろう。そう、ヒロトの両親が亡くなったの聞いて私さ、心配で連絡したの。それと私の気持ちもちゃんと伝えたくて、
もう一度やり直したいの。いい加減にしろよ。俺の両親の遺産目当てなんだろう。それで連絡してきたんだろう。何ヒロト、もしかして私がお金の無心に来たとでも言いたいの？どう考えてもそうだろ。あゆみ、正直に話をしてくれれば話くらいは聞くけど。本当？本当に聞いてくれる？ああ、話してみろ。あのね、実は今お金に困ってるの。なんだよ、確かあゆみの彼氏は金持ちじゃなかったのか？それが結婚はしなかったの。というのが相手は遊びだったみたいで。そんな大事なことを最初に確認しなかったのかよ。だって彼は結婚してくれるって言ってたのよ。なのに私が離婚したら急にそっけない態度になって、そして捨てられたのよ。だからヒロトへの慰謝料は私が払ってるの。そうか、そら大変だな。でも仕事は続けてるんだろう。ならお金は大丈夫だろう。クビになった。不倫していることが会社にバレて。そら困ったな。そうなのよ、今の私の収入源は昼にファミレスで、夜はコンビニでアルバイトだけよ。だから最近遺産を相続した俺に助けてほしいっていう、そういうことだろ。もちろんそれだけじゃないわ。一人になって初めてヒロトの愛に気がついたの。その思いをどうしても伝えたかったの。今さらよくそんなことが言えるな。で、結局あゆみはどうしたいんだよ。私ともう一度やり直してほしい。お金が欲しいからとかじゃなくて、本当にヒロトのことが好きなの。もちろん復縁なんて考えてもいませんでしたが、ここは歩みを一度期待させた後叩き落とすことにしました。本当にいいの？さすがヒロト。実を言うと毎月の慰謝料まだ手をつけてないんだよな。そうだったの？それを少し貸してもらえるかな。でもその前に確認したいことがいくつかあるんだが。うん、何でも聞いて。まず仕事がクビになったのって本当に不倫が原因か？結構仕事サボったりしてたからじゃないのか？それは全然わからないけど、それは私にも問題があったと思う。それに新しい彼氏との結婚の話も本当なのかよ？それは彼がそう言ってくれたんだもん。もしそうだったとしても彼の両親が認めると思う？それはわからないけど。要するに歩みの考えが甘いんだよ。そうね、全部私が悪かったわ。本当に反省してる。だから一度会って話をしましょう。そしたら私の気持ちも分かってもらえると思う。そうだな、お金の話もあるしな。久しぶりに食事でもしながら話をしましょう。ああ、でもな。何？どうしたの？その調子だと忘れてるみたいだな。何よ。離婚するときに弁護士通じて話したよな、お互い会わないって。え、そういえばその時の弁護士の話だと、俺がストーカーになりそうだからって接触連絡を禁止してほしいって。しかも歩みの弁護士から一方的にな。俺はショックだったな。あの時はそう思ってしまって本当にごめんなさい。だから会うことはできないな。あー残念。ってことは今こうやって連絡を取ってることもルール違反ってことになるな。俺はもっと話していたいんだが残念だな。ちょっとヒロト、まさか全部わかってて私をぬか喜びさせようと？ひどいわ。いやいや、そんなことないぞ。俺だってさ、さっき思い出したんだよ、そのルールを。嘘つかないで。もうそんなルール関係ないよ。関係ないって、元はというとお前が勝手に決めたことだろうが。でもそんなの紙切れ一枚のことよ。私とヒロトはお互い愛し合ってるから関係ないわ。ちょっと待ってくれよ、いつの間に俺がお前に気持ちがあるってことになってるんだ。普通に考えればそうじゃない？なかなか私ほどの女なんていないわよ。まだ私のこと好きなんでしょ？あー、おかしい。そこまでとは思わなかったよ。
俺がお前のことが好き。そんなことあるわけないだろ。俺には大切な人がいるからな。大切な人？何？どういうこと？親の遺産の話は知っていたのに、俺の彼女の話までは知らなかったんだな。そう、俺再婚することになったんだ。何言ってるの？私以上の女なんてなかなかいないわよ。少なくとも歩みみたいに外見だけ良くて中身は最悪な女性じゃないってことは確かだな。そんな、離婚してすぐに別の女見つけるなんてこの浮気者。は？結婚してるのに浮気した？お前に言われたくないな。早く歩みもいい人見つけて再婚すれば。ま、見つかればの話だけど。待って、復縁は諦めるわ。でもお金は？お金ちょうだいよ。お金くらいはくれるでしょ？ねえ。悪いな、接触も連絡も禁止されてるから無理なんだよ。じゃあな。待って、ヒロト、少しでいいからお金ちょうだい。無理だな。玉の輿って思ってさ、お金使いすぎちゃって貯金ないのよ。ヒロト、お願い。こうして俺なりの歩みへの復讐は終わりました。歩みからはその後も連絡は来ましたが、これ以上しつこく連絡するようなら弁護士に相談すると釘を刺したことで、すっかり連絡はなくなりました。共通の友人から聞いた話ですが、歩みは婚活サイトやお見合いパーティーに参加して玉の輿の相手を探しているようです。バツイチ&アルバイトの歩みに玉の輿の相手が見つかるはずがないと思いますが、せいぜい頑張ってほしいです。俺は彼女と再婚し幸せな結婚生活を送るつもりです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はアキコ。今回は私の家で働いている家政婦のトモエの話。こちらがそのトモエ。私と夫のサトシは結婚して8年目の夫婦です。私たちは2人とも歯科医師で、数年前に2人で佐藤歯科を開院し、毎日忙しい日々を送っていました。トモエはうちに長年来てくれている家政婦で、私はトモエといい関係が築けていると思っていたのですが、ある日彼女からとんでもないことを言われるのです。それではトモエとのやりとりをご覧ください。アキコさん、今までお世話になりました。トモエさん、突然どうしたのですか？え、知らないんですか？何をですか？じゃあ、証拠に写メを送りますね。写メ？じゃーん。え、何ですかこれ？なんで私たちのベッドにトモエさんが寝てるんですか？しかも、サトシと。つまり、そういうことなんです。え？ほんと、アキコさんってどんくさいですよね。今まで私がサトシさんとこそこそこういうことしてたの知らなかったなんて。え？トモエさん、どういうこと？だから、サトシさんはいただいちゃいました。つまり、この家も私のものってこと。ずっとこんな豪邸に住みたいなって思ってたから、夢みたい。これで私も憧れの歯科医師夫人だわ。え？ちょっと頭が混乱しているのですけど、つまり、トモエさんとサトシは不倫関係にあるってことですよね。そうだって言ったでしょ。私に隠れて、うちでこそこそこんなことしてたんですか？しかも仕事中に？まあいいじゃないですか。後片付けはちゃんとしてるんですから。何それ？だから、アキコさん、早く出てってくださいね。出て行くって、私がこの家から？そうですよ。だってこの家はサトシさんの家でしょ？そうですけど。サトシさんはアキコさんみたいなおばさんにもう女を感じないって。だから私みたいな若い女を選んだんです。だからアキコさんはもうこの家に住む資格なんかないんです。あ、よかったら私が家政婦として雇ってあげましょうか？サトシさんと離婚したらもうあの佐藤歯科で働けないだろうし。私も家政婦なんて仕事もうこりごりで専業主婦になりたいんです。そんな、トモエさん、婚約者いましたよね。あの方はどうなったんですか？もう結婚式の日取りも決めてるって言ってたじゃないですか。ああ、そうだよ。でもこないだ婚約破棄したんです。え、そうなんですか？
だってあんな普通のサラリーマンよりお金持ってるサトシさんと一緒になった方がいいに決まってるじゃないですか。婚約者は真面目で一途でいい人だったけど、やっぱり世の中金よ。そんな、おかしいですよ。うるさいな。とにかく私、早くこの豪邸に住みたいんで、早く荷物まとめて出てってくださいね。私は巴の突然の略奪宣言に驚いてしまいました。確かに巴は若くて美人ですが、婚約者もいるって言ってたし、まさか夫のサトシとこんなことになっていたなんて想像もつきませんでした。巴の婚約者は一度だけうちの佐藤歯科に来たことがあり、とても真面目そうな好青年でした。そんな好青年を裏切って金に走った巴と、私に隠れて家政婦の巴に手を出していた夫のサトシ、私は二人とも許すことができませんでした。その後、私とサトシは離婚手続きを進め、私はついにこの家を出ていくことにしました。やっほー、アキコさんついに出て行ってくれたのね。これで私の豪邸ライフが始まるわ。はい、さっき荷物をすべて引き上げました。サトシさん、早速婚姻届出しに行くって。私と結婚する気満々なの、いいでしょう。全然羨ましくもなんともありません。またまた強がっちゃって。あの、巴さんとサトシに慰謝料請求を出しますから、よろしくお願いしますね。ああ、いいよ、それくらい。慰謝料くらい歯科医師のサトシさんが簡単に払ってくれるでしょう。それはどうですかね。私はこれからお金に困らない人生を送っていくんだから。ああ、夢みたい。あの、サトシから何も聞いてないのですか。何を？彼の財産が何億円くらいあるかってこと？まあそうですね、彼の財産がどうなったかってこと。何も聞いてないけど、生活に困らないくらいの財産があればそれでいいの。確かに彼、財産はありましたよ。でもそれがほとんどなくなるんですけど、どうやらそのこともご存じないみたいですね。はあ？何よそれ、どういうことよ。呆れましたね。本当にあの人はダメな男です。別れられて本当によかった。ちょっと待ってよ、どういうこと。サトシは財産はありますが、それ相応の支払いが山ほど待ってるんですよ。え、なんでよ。慰謝料です。慰謝料？はい、彼はとんでもない浮気野郎なんですよ。浮気野郎？何よそれ、そんなの知らないんだけど。そりゃ浮気相手のあなたには言いませんよね。今まで判明しただけでも5人と不倫関係にありました。はあ、嘘でしょ。しかもそれは全員彼の患者さん。もう最低でしょ。私もこれが分かったのは最近だったんです。知った時にはかなり衝撃を受けましたけど、こんなに何人と関係を持ってるなら、悔しさよりも気持ち悪さの方が勝って、サトシへの気持ちなんてすぐに冷めました。ちょっと、冗談でしょ？そんなの聞いてないんだけど。だから巴さんとサトシがこうなる前からもうすでに離婚の話はしていたんですよ。そんな。でもよかったじゃないですか、巴さんはサトシに結婚しようって言われたわけだし。でもその本当の理由知ってます？何よ。家政婦としてですよ。え？彼、一人じゃ何もできないからね。私が出ていくって言ったら、じゃあ俺の食事の用意や洗濯掃除はどうするんだよって言ってきたので、巴さんは家政婦のプロだから巴さんにやってもらえばいいじゃないって言ったのよ。そしたらサトシ、そうだな、それは名案だって言ったんです。本当に頭がおかしい男ですよね。嘘でしょ、何なのよそれ。じゃあ私に家政婦してほしいから一緒になろうって言ってきたってこと？そうですね。何なのそれ。しかもサトシさんは支払わなきゃいけない慰謝料がたくさんあるなんて。そうですね、少なくとも5人分は。そして私の分も今回追加されたので6人分ですね。きっと相当な額になると思いますよ。何それ、こんなの想定外よ。だけど彼は歯科医師なら大丈夫でしょ。今まで貯めてきた財産はすぐなくなるかもしれないけど、またこれから貯金すればすぐに大金持ちになれるわ。それも危ういですね。え、なんでよ。だってサトシの歯科医師免許は取り消しされたんですよ。え、何それ、サトシさんはもう歯科医師じゃないってこと？そうです。
なんでよ。だって毎日佐藤歯科に出勤してたじゃない。この不貞行為が発覚するまではちゃんとした歯科医師でしたよ。でも今はただの雑用係としてうちの佐藤歯科で働いてます。雑用係？そんな。患者さんに猥褻な行為をしたということで厳重な処分が下されたんです。それで先月から歯科医師免許を取り消されたので、とりあえず雑用係として雇ってあげてたんです。何よそれ、そんなの聞いてないわよ。ひどい、私に黙ってたなんて。所詮あなたとはそれだけの関係ってことですよ。うちに家政婦として来てるだけじゃそこまで私たちの詳しい事情はわからなかったでしょうし。じゃあサトシカはどうなるのよ。サトシさんがこれからも続けていくんじゃないの？サトシカは閉院ですね。だってメインの歯科医師の私がいなくなるんですもの。ただでさえサトシが歯科医師免許を取り消されて評判もガタ落ちでしたし、ちょうど良かったです。これを機に私は自分だけの歯科医師を会員します。何なのよこれ、もう散々じゃない。私の計画が台無しよ。きっとこの家も売却することになるでしょうね。だって歯科医師として働けなくなったサトシは無職になるんですから。そんな、この豪邸で専業主婦として優雅な暮らしをするのが私の目的だったのに。トモエさんはお金のことしか考えてないからこうなるんですよ。もっとちゃんと状況を把握して慎重にならないと。まあもう今更手遅れですけどね。無職のサトシと一緒になるなら、トモエさんの夢の専業主婦になるのも無理ですね。また家政婦のお仕事頑張ってください。何なのよもう。こんなんだったら真面目で誠実だった元婚約者と結婚した方がマシだったじゃない。彼は浮気もしないし、給料はそんな高くないけど着実に貯金してたし。ああ、その彼ですけど今回のお話をしておきましたので。え？きっと彼の方からも慰謝料請求が来ると思いますよ。婚約してもう結婚式の日取りまで決めてた段階で、あなたがサトシと不倫して婚約破棄になったんですから。なんでそんな余計なことするのよ、意地悪。このまま何も知らずに泣き寝入りする彼の気持ちを考えてみてください。トモエさんはあんなに真面目で誠実な男性を裏切ったんですよ。それに彼はあなたに慰謝料を請求する権利がありますから。そんな、サトシさんも無職でお金がなくなるっていうのに、私の慰謝料どうやって払っていけばいいのよ。こんなの最低。サトシはとんでもない女好きでだらしない男ですので頑張ってくださいね。あ、きっとそろそろ婚姻届出し終わった頃じゃないですか。そんな。ろくで出しの男とのご結婚おめでとうございます。いやよ、こんなんだったらサトシさんなんか結婚したくないわよ。お金もなくて女にもだらしないなんていいこと全然ないじゃない。はあ、私の人生終わりよ。想像通り、サトシは婚姻届を出し終わり、二人の結婚は晴れて成立してしまったのでした。その後サトシとトモエは多額の慰謝料請求に追われ、結局あの家も売却して今は二人で狭いワンルームアパートに引っ越したのだとか。トモエはなんとか元婚約者さんに復縁をせがんだようですが、彼はトモエと口すら聞きたくないということで、トモエは慰謝料の請求書だけ送りつけられたそうです。無職になったサトシとの生活をしていくために、トモエは家政婦の仕事と掛け持ちでいくつもバイトをする日々を送っているのだとか。一方、私は新たな場所に引っ越して家のすぐ隣に歯科医院を開業しました。もう女にだらしないダメ夫もいないし、毎日自由気ままに生活しています。また家政婦さんを雇おうと思っていますが、今度はトモエのような若い女ではなく、私と年齢の近い落ち着いた女性にしたいと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はユキコ。今回は会社の上司であるヨシオさんの話です。こちらがそのヨシオさん。ヨシオさんは典型的なパワハラ上司です。弱い人には強く出られるけど、自分より上の人にはペコペコとこびへつらうタイプですね。上の人にペコペコとしている分、部下である私たちに対する当たりがきつくなるのです。これも仕事のうちだと我慢はできるのですけどね。吉尾さんは結構単純なので、機嫌が悪い時に近寄らなければいいって部署内のみんなも分かっていますから。
ただ先日終電で帰宅した時に酔っ払った吉尾さんが空き缶を捨てているところを見かけてしまいました。電車の中でお酒を飲むのも NG ですけど、その空き缶を捨てるなんてどうかなと思ったので LINE で注意をできればいいと思ってメッセージを送りました。正直余計なお世話なのかもしれないですけど、やっぱり見てしまった以上は見て見ぬふりはできない性格だったので、ただまさかあんなことになるとは思いませんでした。それでは吉尾さんとのやり取りをご覧ください。会議用の書類をコピーしておけって言ったよな。なんでまだできてないわけ？コピーですか？私コピーを頼まれた覚えなんてないんですけど。はあ？自分のミスを聞いていないで済ませようとしてるのか？もっと真面目な人だと思っていたんだけどな。自分のミスを人に押し付けるようなやつだったわけだ。いえ、本当に聞いていないんです。誰かに頼んでおいたということでしょうか。私自身そのことを聞いたのは今が初めてなんです。はいはい、言い訳はいいから。そこまで自分のミスを認めたくないのか。見苦しいね。本当に聞いてないんです。最近部長は私にミスのことを注意してきますけど、そのどれも心当たりがありません。失礼なことを言ってしまうと自覚していますが、私は本当にミスをしているのでしょうか。なんだそれ。つまり俺がお前のミスを捏造しているとでも言うのか。上司に向かって何なんだその言い草は。今まで真面目にしていたから穏便にしてやろうとしていたのに、まさかそこまで性根が腐っているとはな。だって私がこの前電車の中でのマナーについてメッセージを送った翌日からこんなことが続いています。本当にミスをしているのか疑問に思うのは当たり前ではないでしょうか。つまり俺が仕返しでミスを捏造していると。人をバカにするのもいい加減にしなさい。君は目上の者に対する口の利き方もなっていない。だいたい俺が捏造している証拠でもあるのか。証拠もないのに人を疑うとは何事か。誤解でしたら申し訳ございません。ただタイミングがあまりにも良すぎるので疑ってしまうのも仕方ないのではないでしょうか。部長だって逆の立場だったら疑いませんか。もし疑わないって言うなら実際にその立場になっていないから綺麗事が言えるんです。俺を疑っているのなら証拠を出せ。証拠もないのに人を疑うな。証拠を出せと言っている時点で怪しいんですけどね。本当に誤解ならもっと別の言葉で否定するはずです。証拠を出せということは証拠なんか見つからないと高をくくっているからでしょう。自分の非常識さで注意されることになったのに、それを自分の立場を利用して嫌がらせをするなんてどこの子供なのかと言いたくなります。証拠を出せと言っていましたが、それならしっかり証拠を出してやろうと思い、他の部署の友人などにも相談して協力してもらうことになりました。コピーを頼まれたことなどについては証拠を見つけられませんでしたが、誤発注などについては証拠を見つけることができました。よほど私から言われたことが頭に来ていたのでしょう。自分のパスワードを使って発注をしていたのです。社員に渡されるパスワードは自分のみの管理になります。そのため自分が漏らさない限りは上司であってもパスワードを知ることはできないようになっているのです。誤発注のミスを押し付けられた時にこのことにすぐ気づけばよかったのですが、ミスをしたということに慌ててしまってパスワードが各自で異なることはうっかりしていたのです。これは別部署の友人から指摘されて気づいたことであり、友人からはあんたも落ち着いて考えればわかることでしょと呆れられてしまいましたね。とにかく証拠は見つけたので、これで部長を追い詰めることができればいいのですけど。部長、証拠を出せと言われたので誤発注に関する証拠だけは見つけましたよ。は？部長は私のパスワードがわからなかったせいか自分のパスワードで発注していましたよね。あれは他の人にはわからないものですから、部長が発注したという証拠になりますよ。パスワードを書いたメモを落としたことがあるから、お前がそれを使って俺のせいにしようとしたんだろ。パスワードのことを言われても対応策は考えていたんですね。でも警備部の方に協力をしてもらって、部長が発注時間にパソコンを触っていた画像まであるんですけど、これでもまだ嘘を言いますか。だったら上層部の方に告発します。上司から嫌がらせをされているので調査してくださいって言えばしっかり調べてもらえるでしょう。そこまでする必要はないだろ。
どうしてする必要がないんですか？実際にミスを押し付けられているのは私ですよ。部長がそこまでする必要があるかを決める権利はありません。それとも調査されると部長が困ることになるので、調査されたくないからそこまでする必要はないというのでしょうか？悪かった。何が悪かったんですか？俺がお前のせいにしたってことだよ。悪かった。もうしない。これでいいだろ。全然良くないですけど。嫌がらせをした部長側はそれでいいかもしれませんが、された側の私はどうするんですか？このままにしておけば私のミスというままですよね。しっかり訂正してもらわないと困るんですけど。別にいいだろ。もうしないって言うんだから。これ以上俺に迷惑をかけるな。迷惑をかけられたのは私であって部長じゃないです。だいたい部長が逆切れをして嫌がらせをしてこなければよかっただけの話じゃないですか。結局自分のことばかりなんですよね。どっちにしても上層部には相談しているので、部長には何らかの話が来るはずですよ。一応誤発注だけの証拠を出しましたが、上層部には別の嫌がらせの証拠も合わせて提出していますので。は？もう上層部に相談していたのかよ。さっきは調査を依頼するって言ってただろ。調査の件と部長に嫌がらせを受けている件は別です。私はまず部長に嫌がらせを受けている相談をしました。その後しっかりと調査をしてくれるかは上層部次第だそうです。ふざけるなよ。俺の地位がやばくなるだろ。それだけのことをしたんですよね。そんなに私から注意をされるのは嫌でしたか？自分の非常識さは棚にあげておいて。お前は俺の下の人間だろ。上の人間に注意するなんて厚かましいだろ。確かに私も悪かった部分はあるのでしょう。上司のマナー違反など見て見ぬふりをすればこんなことにもならなかったんだと友人にも言われました。自分で言うのもなんですが、私は変なところで正義感を持ちがちです。だからこそ部長の空き缶ポイ捨てなんて目の前で見ていて黙っていられなかったんです。しかもその空き缶が年配の女性に当たっていたから余計に黙っていられませんでした。その結果自分が嫌がらせを受けてしまうなんてバカらしいのかもしれませんけどね。今なら冗談で済むから上層部に撤回してもらえ。それは部長命令ですか？公私混同していませんか？嫌がらせを受けた側に我慢しろってパワハラですよね。それも問題にさせてもらいます。お前会社の看板に泥を塗りたいのか？勘違いしないでもらえませんか？会社の看板に泥を塗ったのは部長の方です。人のせいにしないでもらえないでしょうか？全部部長自身が招いたことなんですよ。ちなみに私以外にも部長のことで相談している人はいたみたいですね。私が相談をした時にまたあの人かと言われていたので、きっと他の人も相談していたんでしょう。だから私が相談しても相談しなくても結果は変わらなかったと思いますよ。なんでそんなに俺のことで相談するやつがいるんだ？気づいていないんですか？それだけ普段の部長がパワハラ&モラハラがひどいからに決まっているからです。どっちにしても部長はこれまで通りにはいかないでしょうね。自業自得です。その後部長は降格処分となりました。部下へのパワハラだけではなく、取引先からの賄賂を受け取っていた疑惑まで出てきたからです。まさかそんなことまでとは思いましたが、あの部長でしたら意外でも何でもないですね。1ヶ月後の人事異動で地方に出向になるようです。正直私を含めて同じ部署の人間はこれで平和になると喜んだものですね。人の不幸を喜ぶようなことはいけないのでしょうけど、それだけ部長から受けていたことが心をすり減らしていたのですから。その後部長は別支店で仕事をしているようですが、ほぼ自分より年下の人ばかりの部署のようです。これからは自分より年下が多かった部署だったので、かなりやりにくさを感じていることでしょう。部長も真面目に仕事をしていればよかったんですけどね。上層部への媚びや私生活の鬱憤を私たち部下に向けていたので状況が悪化したんでしょう。とりあえず今回は協力してくれた友人たちに感謝です。まあ友人からも忠告されましたが、私も下手な正義感を振りかざさず、しっかり見極めてから注意をしようと思います。私も非常識な部長を目にしてストレートに注意をしてしまったのが今回の原因の一つだと思っています。地位を辞めることはできませんが、もう少し言い方を考えて穏便に済ませられるようなやり方を学びたいです。
今回は私にとってもいい勉強になりました。正論だけではどうにもならないことがあるんだと部長が教えてくれたようなものですね。本日もご視聴ありがとうございました。